こんにちは、クリッカークランです。トヨタモーターヨーロッパが10月4日から14日に開催されるパリモーターショー2018でカローラスポーツのワゴン版となるカローラツーリングスポーツを公開すると発表しました。トヨタモーターヨーロッパがデザイン&開発を手掛けたそうで、早ければ今年の12月にも市販される可能性が高いようです。プラットフォームなどカローラスポーツと多くを共有しつつ、全長についてはワゴンとしての利便性からボディ後部を延長、全長が 4500mm プラス125、ホイールベースも 2700mm プラス60となっている模様。インテリアは前後のシート間を 928mm として、ゆとりのあるレッグスペースを確保するとともに598LVDA のカーゴスペースを備えるなど実用性を重視しており、後席シートバックを倒すと荷室までのフラットなスペースが出現します。パワートレインについては2リッター180馬力と 1.8 リッター122馬力のハイブリッド、および 1.2 リッターのガソリンターボ116馬力エンジンを用意。 TNGA-GAC プラットフォームの採用により、エンジン重心やヒップポイント、着座位置が低いことに加え、ハイブリッド用バッテリーのリアシート下配置や新開発のマルチリンク式リアサスペンションの採用と相まって高い操縦性能を実現。低重心化により安定性、操作性、運転の楽しさを最大限に引き出したとしており、同社の発売が大いに待たれます。